んどうもこんにちは。最近コンビニのおにぎりで、卵かけご飯風のおにぎりをよく食べるうぷ主のみーです。卵かけご飯風のおにぎり。そうそう、具が卵みたいな感じで、本当に卵かけご飯の味がするんだよ。お前変わった具のおにぎりよく食べるよな。私も超変わっててさ、毎回鮭のおにぎりにしちゃうんだよね。至って普通だよ。皆さんもコンビニで見かけたら食べてみてくださいね。それじゃあ今回はおにぎりに1ミリも関係ないマリオメーカーを実況していくわよ。たまには実況するゲームに関係のある話をしてもらいたいぜ。最初のコースは文句なしに一番の衝撃っていうコースよ。一体どんな衝撃的なコースなんだろう。うわあ、めっちゃスター出てるー。衝撃的なのそこじゃねえだろ。すごくシンプルなコースだけど、一体何が衝撃的なんだろうか。扉が所々にあるから、扉に何かがあるんじゃねえか。もしかして、あの高いところにある扉に入らないと、ゴールできないとか。でもあんな高いところにある扉なんて、足場がないと入れないんじゃない。いやいや、助走つけて扉をぶち破ればいいのよ、なんて強引な。そもそもそんなこと本当に。マジかよ。足場がなくても高い扉に入れるもんなんだね。うふふふ、私の推理通りね。続いては百裂肉球というコースです。ドラえもんの技だっけ。ドラえもんに必殺技なんてねえ。今回はマリオさんに百裂肉球を受けていただきます。そういう役は僕じゃなくてクッパでしょ。もしくはゴリラ。二人ともイマルスみたいでいなかったんだよねー。絶対逃げただろ。これ、ちゃんと10発ずつパンチされるようになっているんだよ。10発かける10列で100列肉球なのか。もうマリオは40発目に突入するわね。こんだけ食らってんのにあいつ涼しい顔して嫌がるぜ。亀とゴリラだったら1発でぶっ飛んでたよ。なんて弱いんだ。さあもうすぐで100発達成するよ。これほど達成して嬉しくねえもんはないな。はあ、大変だった。なんとか100発耐えたわね。おい、すげえ骸骨が凝縮されてるんだけど。この上に乗ったらどうなるのかな。マリオの体がバラバラになるんじゃ、絶対見たくねえ。それじゃあどうなるか実際に見てみましょう。これが本当の百裂肉球だったのね。私こんなの初めて見たよ。ああ、きっとみんな初めて見ると思うぜ。ジバネコもびっくりだね。てかこんなにぶん殴ってマリオは無事なのか。さすがにこれ食らったら。忘れてた、マリオさん人間卒業してるんだった。ああ、いいマッサージだった。マリオさん半端ねえ。お次はジェットコースターのコースだぜ。マリオメーカーでジェットコースターってどんな感じなんだろう。ものすごいスピードが出そうね。ジェットコースターかー、楽しみだな。安全レバーなんて一切なしだぜ。これがマリオ式ジェットコースターよー。おお、これはすっきりするね。すげえ勢いで倒していくんだぜ。飛んだ。ジェットコースター最高じゃん。また乗りに行こうっと。本当に乗りに行きやがった。横バネのところで待機してデブの振動を待てだって、タイトルからして絶対何かあるな。このバネのところで待ってればいいんだね。こいつが振動するって。何のために振動するのよ。真面目にやりなさいよ。真面目に振動するんだろうが。あれ、特に何も起きないね。もう少し右に進んだ方がいいんじゃない。ここらでいいかな。これで今度こそ何かが起こるぜ。ちょっときついから早く振動して。あいよ。どうして滑ったんだ。これこそあいつの真の実力。超能力で人を動かせる力よ。こいつはただジャンプしただけだろ。確かにこうやって移動しないと、トゲブロックが頭に刺さることになるもんね。すげえな、よくこんなテクニックを発見したぜ。まあそれほどでも、なんでお前が照れてんだよ。よし、ここも突破できたよ。ありがとね、ハンマーデブ。ただの悪口なんだぜ。まさかこんなことができるとは思わなかったよ。また一つ発見したわね。他にもいろいろな隠されたテクニックがあったら知りたいよな。あんた普通にお風呂入る感覚で落ちるのね。音も静かだったよ。今日はニャンニャンニャンの日です。小判がもらえるのかしら。もらえません。じゃあ一日猫みたいにゴロゴロさせません。何が猫の日よー。猫を可愛がれ。走れ猫マリオ。思いっきり二足歩行で歩いてたぜ。ちょっとあんただけこんなに大量のコインもらうなんて、私も猫になればいいのかしら。マジでなろうとしてるだろ。今度はアイルーだ。すげえカメラ目線で走ってるぜ。さすがはマジの猫ね。私は猫飼ってないんだけど、猫飼っている皆さんは盛大に猫の日お祝いしてあげてくださいね。お祝い金は私が回収に伺います。こいつら詐欺グループかな。上に参りまーす。どこ行くんだ。おいらのマンション。随分と高いな。
お次はバネでクッパを倒すコースです。いくらあいつでもバネじゃ倒せないだろ。いや、もう年だから倒せるかもよ。リアルだな。バネをどう使うかにもよるよね。相撲って書いてあったし、あいつを押すんじゃねえか。君がやってくれるの。ああ、やってやるよ。ひぃー。マリオ、俺様とショ。とわー。あ、はっはっは、どうだね、クッパくん。なにこれ。こっちのセリフだよ。あ、しまった。ちょっと、よし戻ってきてー。やり直しやり直し。卑怯者ー。あんたに言われたくないわよ。やったー、クッパに勝ったぞ。やったーやったー。どんな問題？くぅ、バネが邪魔しやがる。相撲には勝ったけど、クッパを倒さないとね。さてどうやって倒そうかな。この、うわぁ。ああ、ヨッシーが。あ、クッパ倒せた。あいつドーナッツ貫通してたぜ。ドーナッツを透過できる能力でも持っているんだよ。うおぉ。あ、あいつも。マリオが乗ってねえとダメなんだな。ちなみに鍵付きの扉の先はエクストラステージでした。炎を吐きまくって倒したわよ。クッパと相撲なんてやったことなかったから面白かったぜ。何かあったらバネで押し返してやる。今回はちょっと長めの50秒スピードランに挑戦します。今回もクリアできるかしら。さあ頑張って走れよ。まずはどんなコースなのか練習するよ。スピランはコースを覚えていないときついからね。何度も挑戦してコースを覚えて駆け抜けるんだぜ。覚えても先の仕掛けのことばっかり考えちゃって、目の前の仕掛けを忘れちゃうってことがあるから気をつけないと。しかもここのコースはピンクコインを回収しないといけないから、大雑把に走れないわよ。よし、それじゃあ走るぞ。本当にコースがちゃんと頭に入ったの。もちろん、大丈夫大丈夫。一瞬でも気を抜けないからスピランはやっても見ててもハラハラするぜ。特にウプ主がやるってなるとすごくハラハラするわ。この調子でどんどん進むよ。はいはいクッパちゃん失礼するよ。親子仲良く落ちてったぜ。ここから爽快だよ。おお、これはスッキリするわ。確かにテンポがいいな。どやややや。ドッスンは何が起こったのか理解できてねえだろうな。もっと踏みつけるぞー。今度は上だー。ストレス発散になるわね。よしよし、ピンクコインちゃんと回収できてる。ここからまた複雑そうだな。急いでるのに結構大きな動きをしないといけないから大変だね。よしよし、順調よ。よっしゃ、これでピンクコインは全部集まったぜ。あとはゴールまでミスらずに走るだけだよ。残り8秒、間に合うかしら。絶対に間に合わせてやるー。どうか間に合ってくれ。あ、ゴールよ。やったー、残り3秒でクリアできたー。はぁ、よかったぜ。あぁ、ドキドキした。それでは最後は恒例のゴリカメの出番です。また嫌な予感がするぜ。それではゴリラ&カメで全然前世です。来世は東京のイケメン男子にしてくださーい。ここ、どこ？バナナうまい方。ってどこだここ？何語だ？なんだこれ？俺たち、入れ替わってる。これだけでよくわかったな。お前は、お前は、お前の名は。絶対見に行かねえ。お次は絶対にありえないマリオのコーナーです。このコーナーでは、このおっさんの普段じゃありえない行動を見ることができるぜ。毎回めちゃくちゃにやらかしてめちゃくちゃにされるのよね。ちょっとちょっと、普段じゃありえないって言うけどさ。もしかしたらこれが僕の本当の姿なのかもよ。夢ぶっ壊れる。ああ、壊すなよ。それじゃあ今回も張り切っていってみよう。あのブロック目。ブロックブロック。なんだ爆弾か。なんなのこれ。血の箱だな。怖いけど叩くよ。ちょ、なんで何も出てこないのさ。あらごめんなさい。このブロック目。あ、チーズ。外れキノコだ。このブロックなんで変なもんばっか出てくるの。ボム兵。おいおいどんどん出てくるぜ。ちょっとお前らもういいよ。これはやばい。規模半端ないわ。これギロチンだったのか。次こそ。久しぶりだね、トリデくん。さあ破壊できるか。あ、ごめんね。トリデくん無傷。まったく君はしぶといねー。僕は諦めないぞ。嫌な予感しかしねえ。やっぱりな。
今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。お前の名は私も見たくねえな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。